芸能の世界もビジネスも変化に敏感なものだけが生き残る。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる。チャンスとチャレンジ、中島誠二のビジタツセブン。第225回目のテーマは、芸能の世界もビジネスも変化に敏感なものだけが生き残る、ということで、はい、これは先日、浅草演芸ホールに行ってきた時の写真です。まあ、最後のフィナーレの時だけは、まあ、この方々が皆さん、ね、登場されて、そしていろいろなこう芸、寄席の芸を見せてくれた方々だったんですが、まあ、これだけはこう写真に撮ってもいいし、ぜひ SNS でこう発信してくれということでしたので、まあ、こんな写真が出来上がっているということです。ですからここにいる人たち、まあ、真ん中の人がこの座長といいますかね、もうベテランの落語家ということになっております。で、このぐらいの出し物たくさんあったんです。数えますと19、私は昼の部を見てきたんですが、まあ、朝一からということではないんですが、私が見ただけでも19の出し物、はい、講談あり、それから落語あり、紙切りあり、そして漫才マジックというふうに、もう本当にこういろいろなものをこう盛りだくさんでと、で休憩がちょっと挟みながらも、私は結果的に4時過ぎまで見てましたね。12時前から4時過ぎまで約4時間ぐらい見させてもらったんですが、結構、満足しました。そしてまた勉強になりましたね。そしてこうご覧のようにほとんど空きがないぐらい盛況でした。はい、ということで、まあ、皆さんもぜひ機会があれば行っていただきたいと思うんですが、これが毎回その時にこういただくメニューといいますかね、はい、アジェンダということでして、そしてこれがもう終わった後の、まあ、皆さん、ね、表にも登場していただいて、そしてこの浅草演芸ホールの前で、まあ、こんな風にどうぞどうぞ写真撮ってくださいという風にもポーズもしてもらえるということです。さて今回19の出し物と今言いましたが、その中でも私が最優秀賞をもし決めたとしたら、この林家二楽八楽の紙切りだったんですよ。はい、まずこの2人、50代です。二楽さん、まあ師匠ですね。そしてこの八楽さんっていうのは後で調べますと20代でした ね。もっと先に結論言っちゃいますと親子だったんですよ。いや、その時は気づかないんですよ。で後から帰って調べると実の親子だったということで、実はこの八楽さんというのは Z 世代なんですよ。はい、この取り合わせが実は私がこの最優秀賞をあげたいほど面白かったという。普通だって紙切りって、まあ、皆さんのリクエストに応えたとしてももうそれで終わっちゃうわけですよ、ね、でも2人並んで登場して、そしてこう同じようにこう紙テーマに合わせてこう切るんだけど、 1,2 分のうちに同時ぐらいにこう完成させる。そしてその完成したものをあの黒い紙のとこに出して皆さんにお見せして、わーっと拍手をもらって、さてこれ欲しい方いらっしゃいますかってやるんですよね。で面白かったのがこの最初の桃太郎と浦島太郎なんですけども、はい、浦島太郎をあの二楽師匠の方が、めっきりまして、でこう、はい欲しいって言ってね、お客さんが持ってったと。そして今度あの桃太郎の方、はいこちらはってやったら誰も手を挙げなかったんで、でそうしますと Z 世代の八楽さんはもうふてくされてプッてその切った紙を捨てたんですよ。そしたらここでどっとこの笑いが湧いたりしまして、あの辺はやっぱり Z 世代のちょっとこうひにくれたその態度っていうものに対して皆さんもこう共感してくれたと。まあその手前にもあったんですよ。もう最初の出始めのところでも二楽さんが何何何何って言った途端に、急に八楽さんがこれはこう今時で言う小さなパワハラでしたって言ってこう笑いをポッと取るんですよ。だからこの関係、まあ親子でもあるし、まあ師匠と弟子の関係があるからこそ、この楽さが何か今時を演出していたのかなと。でその後この狐の嫁入りとかこう雷門っていうこの、ね、それぞれだから作るんですよ、ね、この二楽さんと八楽さんが。で A ちゃんのリクエストが来たんですよ。じゃあ A ちゃんとかって言った途端に二楽さんが何て言ったかというと、あれ
A ちゃんって誰だって言ってちょっと逃げたんですね。まあ矢沢永吉なのか、まあ別の名前もちょっと言ってたんですが、結果的にこの八楽という息子の方が A ちゃんをこう切ったんですね。で切ってきちっとマイクを持った矢沢永吉がそこにポッといた途端にこう皆さんわーっと拍手をしたと。そしてもう一つのオーダーはもう A ちゃんとは結構落差のある像だったんですよ。ですから師匠の二楽さんの方がこの像をね切ってたんですが、後から二楽さんの方が見せたんですが、実は像の鼻先にはやっぱりマイクを持ったね、スタンドマイクを持った A ちゃんがそこにこう描かれてたんですよ。そうしますとお客さんをもっと拍手をすると。ですから一人の紙切りと二人の紙切りでそこに世代の違いがあることによって、もっとお客様はその楽さに喜んでくれる、またその期待をこう超えるその楽しみがそこにこう演出されてるっていう、まあことを私は見てきたんで、いやこれはやっぱり今時のまあ紙切りのスタイルだなと。そしてこの Z 世代と、あれは団塊ジュニアの世代ですかね、まあ私よりもこの師匠っていうのは多分、まだ60代に入ってないぐらいでしょうから、まあ一回りぐらい違ったと思うんですが、いやここにね私は少し時代感覚があったということで、はい、古典的な話や技に今時をどう加えていくのか、どう織り込んでいくのかっていうことがこれから生き残る芸人の条件じゃないかということで、今回の場合はこの二楽八楽が二人での紙切りをゲートすること、この比較されることを覚悟して展開したこと、それも先ほど言いましたように二楽は団塊ジュニア、そして八楽は Z 世代っていうこの違いっていうことが、お客様がその段差が非常にこう心地よく、まあ、お笑いにつながっていくと。そしてやっぱり先ほど言いましたように今時をきちっとうまくこうね織り込んでるっていったところが、僕はまあ最優秀賞をあげたいっていう理由なのかなと。で今回の結論です。はい、古典を古典に終わらせない、今時の芸にできる芸人だけが生き残っていく、私たちのビジネスも芸能の世界も同じで、ターゲットも注目の話題も変化していると。だから物からことへ、ことから意味へと変化していると。これはまあ私が何度も言ってることです。そしてあのダーウィンの最も強いものが生き残るのではない、もう少しプラスありましたね、最も賢いものが生き残るのでもない、最も変化に敏感なものが生き残るんだっていう、まさにあの言葉は芸能の世界にも私たちビジネスの世界にも通用する一言だということで、今回は芸能の世界もビジネスも変化に敏感なものだけが生き残るというお話でした。皆さん敏感に反応してね。